あの楽園のすぐ真ん前だしな。しかしこの近辺はいわゆる乙女通りだと思うんだが、相も変わらず人影はなく、乙女は私ら6人だけか。切ないな。通りが泣いてるぞ。でもシチュエーション的には逆にロマンチックじゃないです？世界に私たちしかいない感じが。あー、ちょっとわかる。私はそういうの全然わからん。みんなよくわかるな。ねえ、このドアどう開けるのかな。大自然に阻まれてる感じがするんだけど。舌がびっしり絡まってる。開けごま。ダメですね。開いたら怖えよ。開かなくてよかった。力づくで開けるしかないな。スタ、むしるか。みんな、手とか切らないようにね。はぁ、こんなもんかな。手が草の匂いする。ドアの立て付けも悪くなってんな。私がこっちを待つ。タイミング合わせてこじ開けましょう。よし、じゃあせーの。おお、開いた。ナイスだ。お疲れ様です。中、早速行きましょう。かなり埃っぽいな。ずっと締め切られてたみたいだね。船とは違うな。あらら、あの辺りなんか棚らしきものが木にぶち抜かれちゃってますよ。あれ、これなんだろう。うひゃ、もしかしてぬいぐるみ？確かにキャラもののぬいぐるみっぽいな。寝そべるやつ。完全にその残骸って感じになってて、はっきりはわからんわ。ねえ夏希、この建物だいぶいろんなお店があるみたいだけど、どこに行けばいい？実はここな。ちょくちょく来てた店はあるんだが、それ以外はあんまり知らないんだ。趣味のジャンルがちょっと違っててな。というかこの建物、実はアニメショップの別館になってたはずなんだよな。だから1階のこの感じ、普通のアニメショップでしたっていう陳列の感じ、どうも違和感があるんだ。何だったかな。さっきサブカルとミリタリーがどうとか、ミリタリーといえばサバイバルがどうとか言ってた。あれ、さては口から出まかせだな。はっはは、まあそれはそうだ。たくもナッキーは多分そういうの反省しないですからね。叱っても無駄ですよ。私は池袋といえばコスプレショップに用があって来ることがほとんどでな。ここはそれがメインの建物になってた。なってたはずなんだが。そういえばナッキー、レイヤーさんなんだっけ？見たいんだが。店用人のスマホから写真も消えてたしな。
その、この建物にあってしかるべきコスプレショップに行けば目の前でのコスプレがワンチャンあるのでは。あ、それはちょっと見たいね。夏希って割と何でも似合いそうだし。ぬいぐるみもこのありさまなのに服が無事とは思えねえけどな。あ、そうだね、超ヴィンテージだよね。ねえ、こっち、ゲームだか映像だかわからないけどパッケージソフトがある。でもプラスチックがどれもバリバリに割れちゃってる。これやっぱり経年劣化。それも10年や20年じゃこうはならないだろうし。変なような仕方ないようなモヤモヤした不思議な感じ。あ、保存環境が悪いと劣化が早くなったりする？それはまああるかも。あ、どうした？サウリンの言ってるパッケージちょっと掴んだら割れちゃって。ちょっと手を見せて。よかった、怪我はしてない。劣化したプラスチックはボロくなってるから気をつけて。はーい、ごめんね。ありがとうサオリン。変なような仕方ないようなモヤモヤした不思議な感じ。あ、保存環境が悪いと劣化が早くなったりする。草木はうねってるけど一応通れそうだね。崩れたりしませんかね。踏んでみた感じ階段そのものはがっしりした感じがすっけどな。鉄筋作りだとそうそう崩れたりはしないと思うけど。ま、慎重に行ってみるか。とりあえず私が一人で登ってみるぞ。どう？大丈夫そう？あ、なんともなさそうだ。よし、じゃあみんなで行くか。一応一人ずつな。どうも2階までで終わりらしい。おかしいな、8階建てくらいだったはずなんだが。プリンセスホテルと同じで低くなってるのか。でもここ外からはちゃんと高い建物に見えましたですよ。違和感あるわね。まあ2階しかないならないで、ここを探索してみよう。ねえ夏希、ここってそのコスプレのコーナーだよね。そうだな、だいぶ古びてるが服が並んではいるな。とはいえもっとちゃんとショップが展開されてたはずなんだが。でも見てみようよ。あ、ナナ、ここ本棚だぞ。お、本当だな。小さいが棚ごと生き残ってるじゃないか。薄い本だ。あ、ちゃんとシュリンクされてる。これ読めるかも。適当にどれか剥がしてみましょう。漫画だよね
これって可愛い女の子が表紙だけど、タイトルが航空旅客機の歴史日本編。ん？なんだこりゃ。ん？難しそうなんだが。薄い本ってもっとなんかなんかじゃないの？いや、まあこういうジャンルも結構あるんだぞ。評論とかレビューとか役に立つエッセイとか、一ジャンルとして確立はされてるが、こっちの本も似たような感じですよ。ほら、金融危機日記、絵は少女漫画みたいな感じです。こっちは宿泊農業？それはちょっと気になるな。なんだなんだ、どれもこれも専門書だかハウツー本だかみたいなものばっかりじゃないか。でもジャンルがちゃんとあるんでしょ？それはそうなんだが、やっぱり売れ筋じゃないはずなんだ。それをアニメショップでこんなにまとめて委託で扱ったりするものなのかと思うと妙だな。あ、でも中身が読めなくなってるものもちらほらある。印刷の違い？劣化しちゃってる。割と綺麗に読めるのもありますよ。ほら、この古典落語の本とか。棚が小さいとはいえ冊数は結構あるし、全部確かめてたらどんどん時間が過ぎちゃう。そうだね、ひとまず今日のお昼ご飯をどうにかするのが先決だし、一応ここにあるのは分かったから調べるのは後回しにしよっか。だな、意外と役に立つ本があるかもってのが分かっただけ収穫じゃね。コスプレコーナーの方も衣装もウィッグも古びたのばっかりですけど、もしかしたら何かに使えるものが探せるかもしれませんしね。ピコン、もとこちゃん賢いかわいいから気づきました。手芸用品とか探せるかもだよね。そうだな、余裕があるときに見に来るか。さすがに衣装を着るのは無理かな。同人誌が劣化してるくらいだもんな。布となると余計に。でもうまくやればどうにか着れたりするか。白主体の服は変色もひどいが、黒主体ならなんとか。で、そんなに悪くなっちゃってる服を着るのってちょっと体に悪そうじゃない？かぶれちゃったりしそうで心配だよ。コスプレイヤーに肌は大事なんじゃないです？せっかく綺麗なんですし。そうだぜ、やめとけやめとけ。そこまでみんなが言うなら仕方がないか。丈夫そうなものが見つかれば選択してみて、それからかな。着れそうなのあったら僕も着たいな。魔法少女とか似合うよ。カランビットナイフで変身するんだ。ヘア！お、なかなかいい趣味してるな本田。わからん。私たちその辺詳しくないもんね。ねえ、
ねえねえ、みんな、このビルってさ、もしかして。わおわお、カーナちゃん、ここってあれだよね、あの、なんでも揃っちゃうって噂の。あ、ウィングマーケットじゃねえか。看板ボロボロだし、入り口の自動ドアもぐちゃぐちゃけど、あたりに飛び散ってるガラス片に十分気をつければ中には入れそう。沙織の見立てに間違いはなさそうですよ。ところどころ外壁も崩れてますけど、柱とかは無事っぽいですし、フロアの中はちょっと暗くてわかんないですね。だいぶ文字が霞んでるが、一応フロアガイドは読み取れるな。ヘルス&ビューティー、キッチン用品にインテリア、DIY ツール。いいじゃないか。ここを探せばサバイバルに使えそうなものがいくらでも見つかりそうだ。ヘルス&ビューティー。これは期待大の大の大だよ。ほら、化粧水とか乳液とかあれとかこれとか、乙女の必需品を手に入れないと。建物のボロボロ具合からして、その手のものはすでにダメになってる気がしないでもないですが。だよな、パッと覗いた感じフロアの棚もぐっちゃぐちゃ。化粧水とか期限切れどころかとっくに蒸発してんじゃねえか。カヌちゃん、二人がいじめるよ。バカ、いじめてねえだろ。まあまあまあ、とにかく入ってみようよ。ひとまず進めるところまで。ほほん、ではでは諸君、カナちゃんと僕についてきたまえ。おい二人とも、散らばってるガラス片には気をつけろよ。あと、もちろん瓦礫にもな。だいぶ埃っぽいね。それに棚もぐちゃぐちゃで通りにくいな。確かにたまんねえな。床も棚も埃まみれじゃねえか。こりゃすげえや。くちゃ、埃もひどいけど棚が特にひどいよ。どうしてこんなにぐちゃぐちゃなんだろう。ここだけハリケーンが来ちゃった。具合は深刻だけど、この建物自体がすぐに倒壊する危険は低そう。やっぱりそうね。壁も柱もひび割れてるけど、全体が歪んでるわけでもないし、床の傾きも感じない気がする。おお、確かに。そういえばこうやって立ってても平行感覚おかしくないもんね。だったらちょっとぐらい奥を探索しても大丈夫そうかな。あくまで各自が安全に気をつけて無理をしなければだけど。了解。それじゃあ今から少し時間をとって手分けして探索しない？ま、いいんじゃねえか。私は賛成。フロアも広いし、手分けした方が効率もいいしな。個人行動はだいぶ危険な気がしますし、二人一組とかであれば、私もやぶさかではなしです。
そうだな。ここで迷子になるのはさすがにごめんだ。みんな一緒じゃないと心細い気がしなくもなかったり。元子の気持ちもわかるけど、じゃあここで怖い話を一席。ホコリまみれの棚がぐちゃぐちゃに入り組んだフロアをみんなでゾロゾロ歩きます。先頭を歩く人の肩が棚にぶつかります。するとそこに積もったホコリが落ちて、続く全員の全身にドサッと。いやー、バッチ、ホコリのせいで僕らがやばい。想像するだけで頭痛がしてくるぞ。ここは二人一組でいい気がする。手分けしてフロアを探索して、しばらく経ったら改めてここに集合で、何かあったら報告手具合か。うん、そうしよう、そうしよう。じゃあ探索&トレジャーハント、はっちめー。危険なものとかヤバそうなものが見つかったらすぐに助けを呼ぶんだぞな。よし、アキラ、私たちもそろそろ始めよっか。だな。私らは入り口付近の担当で移動が少ない分、それなりに成果ってやつを出してえところだが。いいもの見つけられるといいな。そのためにはまず手を動かさねえとな。ほら、かなこ、手始めにそっちの倒れてる棚起こしてみるぞ。はい、隊長。んーしゃ、んーすっと。よっていうか、誰が隊長だよ。誰が。うわ、一発で手が真っ黒になっちまった。私もホテルの水道でザブザブ洗いたい。どうか、水道があったのはマジで助かったよ。ねえ、わかる。洗うくらいなら池や海でもできるかもだけど、やっぱり水道の水って大事だね。洗うにしても流水ってでかいよ。そういう意味じゃ海より川があった方が助かったかもな。池と浄水場の境目んとこはちょっと流れがあるみたいだけど、あのくらいじゃ緩やかすぎるし。川か、確かに洗濯とか洗い物とか向いてそうだよね。おばあさんは川へ洗濯に。でっかい果物も流れてくるかも。いやだよ、怖えよ。これ以上変なの勘弁だよ。衛生って快適な生活の基本だしな。いろいろ考えていかなきゃな。つっても、まあとにかく今は目の前の探索っと。川のバッグだったもの、川の財布だったもの、川のキーホルダーだったもの。このボロボロ具合、なんか切なくなっちまうな。この辺、革製品のコーナーだったみたいだね。あ、フロアガイドには催事場って書いてあったし、期間限定でウィングマーケットに出店してきたブランドだったってことかな。みてえだな。くっそー、革って丈夫だし使えそうなもんがあるかもってちょっとだけ期待したんだけどよ。ものの見事に全滅だもんな。腐食というか風化というか、ほとんど原型とどめてねえし。ほんと、
どれだけの期間放置されてたんだろうね。ああ、こっちのバッグもさ、ちゃんと棚の奥に収まってんのにこんなにズタボロでよ。他のフロアもこの調子で使えるもんが何も見つかんなかったら。ああ、ダメだ、無理、暗くなっちまうぜ。そうだよね、わかるわかる。でも大丈夫だって。だってこのお店、何でもある店だし。ほら、上の階に DIY コーナーがあるんだよね。そこだったら革よりもっと丈夫なものが残ってるかも。ナイフとかノコギリとか、そういう、ほらね、そういうのって何でできてる？そりゃそんなの金属に決まって。そうかね、ね、ね、私たちがどかしてきた棚も金属でできてるし、錆びてるところはあるけど風化まではしてない。ってことは使えるナイフとかが残ってる可能性もある。そういうこと。フロアの奥にあるコーナーだったら雨とか風の影響も余計に少なそうだしさ。だな、だよな。いや本当に悪かったぜ、なんかどんよりしちまって。元気になった？よかった、アンド安心した。なんかかっこ悪いぜ私。そんなことないのにな。だいたいもしカッコ悪くてもだよ、カッコ悪いくらい大丈夫だって。そうは言ってもよ。大丈夫だって。ほらほら、ハグする？またこの真似。おい、かなこ、ほこり、汚れ、真っ黒な手で抱きつくのはやめろ。みんなお疲れ様&大変だったね。早くホコリまみれの手とか洗いたいしな。報告済ませちまおうぜ。階段にはバリケードのようなものが設置してある。ただ、みんなで協力すれば上の階へ行けそうだ。時男と金指の言うように、まだ使える金属製品が残ってる可能性も見えてきたことだし、行ってみる価値はあるだろう。しかしカフェの件はもどかしいよな。店の中がこの状態じゃ仕方ねえけども、コーヒー片手にクッキーつまんで一日の終わりをみんなで迎える。私も大好きだぜそういうの。とりあえず手作りのお茶については私的に優先度高めのミッションってことにしておく。アッキー頼もしい、期待大。とにかくウィングマーケットに関してはバリケードの問題だけ。次の目標はバリケードを突破して上に行くことだね。準備を整えてから時間に余裕を持ってまた来よっか。みんなで頑張って便利なものを手に入れよう。おやった。
あそこのビル本屋が入ってるんじゃねえか。ほら割れたガラスの向こう本棚がたくさん見えるぞ。うっしゃ、元はビル全体がガラス張りだったっぽいけど、すっごいことになってるね。近くで見るとますますひでえな。大通り一面がガラスの破片だらけって。安全に入るのがまず第一関門だけど、行く価値はありそう。無事な本が見つかれば生活の知恵が得られるかも。うん、だったら行ってみようよ。足元には気をつけてね。ここでこけたら、いけねえいけねえ、そんなの想像するんじゃねえよ。私無法地帯だね。本棚がドミノみたいに倒れてるし、本もぐちゃぐちゃに散らばってて、思ったよりも深刻。床の本はダメ。どれも何の本だったのかすらわからない。無事な本がどれだけあるのかなっていう話になりそうだね。うおマジかよこれ。アキラ、さっきからどうしたの？え、いや、なんでもねえよ。ここのフロアガイド、まだかろうじて読み取れる。1階から9階まで、このビルが丸ごと本屋みたい。おお、さすが池袋。9階まで調べればきっと使える本とかいい感じの情報が見つかるよ。おお、大都会の神秘だな。うん、こっちのセリフだよ。アキラったらさっきから顔色悪いんだもの。もしかして怖い？そんなことねえし。ごめん。でもわかる気もする。間際で人の気配が全くしない薄暗い図書館とか図書室は私も少し不気味に感じる。うわ、分かってくれるか沙織。もうやっぱり怖いんだ。無理しなくていいのに。はめられた。アキラ、みんなで一緒に調べれば大丈夫&平気へっちゃらだよ。私と沙織がついてれば怖さも3分の1になるでしょ。そうだな、3人一緒ならまあ。